アーデルマンスフェルデンは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のオストアルプ郡に属す町村である。この町は、エルバン原市の行政共同体の加盟自治体である。アーデルマンスフェルデンは、自然環境上シュベービッシュフレンキッシェ、森林山地内のエルバンガー山地に位置している。自治体としてのアーデルマンスフェルデンは、アーデルマンスフェルデン、ビューラー、ハイト、 主敵県の村落をはじめ、合わせて18の村落や小集落、家屋群からなる。州統計局の2015年現在のデータによる。この町は、北東はローゼンベルク、東はノイラー、南はアップツグミュンと、西はズルズバッハラウフェン、北はビューラーツェルと境を接している。この村は、1118年頃にエルバンゲンの年代記に初めて登場する。 宗教上及び世俗の支配権はたびたび入れ替わった。この村は1806年に最終的にビュルテンベルク王国領となった。オーバーアムト・アーレンに属し、1938年からはアーレン軍に移行した。1973年の軍裁編でこの軍が廃止された後、アーデルマンスフェルデンは新たに創設されたオストアルプ軍に属した。 アーデルマンスフェルデンの福音主義教会、アーデルマンスフェルデンでは1561年に宗教改革がなされた。これ以後、この町では福音主義が優勢である。アーデルマンスフェルデン福音主義教会はアーレン教会管区に属した。第二次世界大戦後、多くのカトリック系難民や故郷を追われた人々がアーデルマンスフェルデンに流入した。 これらカトリック系住民は、おってんほに教会を有し、ここがアプツグミウントを宗教上管轄している。アーデルマンスフェルデンの町役場アーデルマンスフェルデンの町議会は十議席で構成されている。アーデルマンスフェルデンの町長はエドビン・ハーンである。彼は2011年7月に再選され、三期目を務めている。ズンガラ、銀次で緑の三部の山の上に、 自然なモミの木。この紋章で町は森の豊かな環境であることを表現している。この紋章の図柄は第一次世界大戦前からすでにアーデルマンスフェルデンの村長の印象に用いられていた。1980年7月2日に衆議会は緑から白の町の旗を承認した。アーデルマンスフェルデンの 7km 南を連邦道 B19 号線が通っている。 最寄りのアウトバーンのインターチェンジである A7 号線のエルバンゲンインターチェンジは東に 17km の位置にある。どちらの道路もビュルツブルグからウルムへ通じている。アーデルマンスフェルデンの北 20km を連邦アウトバーン A6 号線、ニュルンベルク、ハイルブロン線が通っている。アーデルマンスフェルデンの東 11km に最寄りの駅であるオベイデアクスト鉄道のエルバンゲン。 駅がある。この駅は、インターシティのカールスルーエニュルンベルク線の停車駅でもある。平日は、バス路線7869号線がエルバンゲン駅へ7698号線が、軍庁所在地のアーデニへ運行している。アーデルマンスフェルデンには、基礎家庭学校が1校ある。この他に、福音主義教会が運営する幼稚園が1園ある。 フランツィスカ・フォン・ホーエンハイムの肖像、ありがとうございます。